判例引用方法とは多くの国々において過去の判例を引用するために用いられているシステムである。判例はそれが掲載されている判例集に基づきまたは判例集に依存しないニュートラル方式により引用される。判例引用の方法は各方域ごとに異なるが一般的には同じ格となる情報を含んでいる。 紙ベースで判例が公表される場合、大抵次のような情報が含まれている。イギリスやオーストラリア等いくつかの国においては、判例集の関数は、その発行年数と関連していない。そのため、引用の対象となる判例を表示するにあたっては、それが掲載されている、判例集の発行年数及び、関数のいずれもが必要になる。このような場合、 判例の引用にあたり、通常、年の記載は各括弧でくくられる。インターネットにより、裁判所は、その判断を、ウェブサイト上に公表できるようになった。裁判所がした、裁判の内大部分は、判例集には掲載されない。活字に落とした上で発行するには、費用がかかるため、それがなされるのは重要な判断に限られている。 しかし、裁判所の判断がインターネットで公表されるようになったことにより、いわば情報の洪水とも言えるような事態に陥った。その結果として、ニュートラルサイテーション方式が採用されることとなったのである。ニュートラルサイテーション方式では、以下の情報により、判例を表示している。裁判所の判断のうち特定の部分を指定したい場合、 そのページ数で特定すると閲覧者のプリンターやブラウザにより変動する可能性があることから段落数で特定する方法が用いられている。オーストラリアにおける判例引用の方法はイギリスで採用されている方法と基本的には同様である。オーストラリアで用いられているスタンダードな方式は以下のようなものである。オーストラリアにはカナダ同様。 異なる引用方式が複数存在している。バターワース社その他の法学書士の出版社が販売している市販の引用指針の方式、大学における引用方式、そして裁判所で用いられている引用方式である。オーストラリアでは裁判所ごとに同じ判例であってもその引用方法が微妙に異なっていることがある。そのため、 現在、大学で用いられているメルボルン大学ローレビューによるオーストラリアの判例引用指針に基づく方式に統一しようという動きがある。オーストラリアの裁判所や審判所は、現在判例の引用にあたり、ニュートラルサイテーション方式を採用している。これは、判例集に依存しない判例表記方法である。現在、ほとんどの裁判所の判断は、 ニュートラルサイテーション方式により表記された上で、オーストラリア法情報協会から公表されている。スタンダードな形式は、以下のようなものである。上記のマボ判決をこの方式で表すと、マボ V クイーンズランド HCA23 となる。ほとんどの裁判所には、それぞれの裁判所コードが存在している。以下に代表的なものを挙げる。カナダには、 多くの引用方式が存在している。法学書士出版社や学校では、それぞれの慣例に従った方式で引用を行っている。もっとも、これら多くのコミュニティ独自の方式については、マギル・ロー・ジャーナルが発行した、カナダの統一的判例引用指針に定められた基準への統一が、1990年後半から進められている。下に示す引用方式は、 この基準を反映したものとなっている。カナダにおけるスタンダードな判例引用の形式は以下のようなものである。この方式は次の要素から構成されている。事件名は他の国同様イタリック体で表記し、当事者の名前は V または C で分けて記載される。1984年以前は原神への不服申し立てを行った当事者の名前が、 最初に記載されていたが、それ以後は、上訴がなされた場合であっても当事者名の順序は変わらないとする取り扱いがなされるようになった。当事者名が明らかにされていない場合、事件名はそのイニシャルにより表される。刑事裁判の場合、王が起訴を行うという形が取られており、上または国王を表す、R が当事者名として表示される。 裁判のなされた年が判例集の発行年と同じであり、裁判日が判例集に引用されている場合、判例引用にあたり事件名の後に裁判日を挙げることは容しない。もし、裁判のなされた年月日が判例集の年度と異なる時は、その両方を挙げなければならない。ニュートラルサイテーション方式による引用は、事件名の後ろ、かつ判例集の引用の前に置かれる。 具体的には以下のようになる。この方式は2006年マギルガイド第6版において標準的な基準として定められた。それ以前は逆の順番で併記されていた。2010年8月20日に発刊されたマギルガイド第7版では従来判例引用の際使われていたの仕様がなくなった。最高裁判所判例集を例にとると従来 1SCR791 と表記されていたものが、現在は 1SCR791 とされている。ピリオドは、事件名の表示にあたっても、ほとんど用いられなくなった。また、同版は、ニュートラルサイテーション方式の重要性を従来より強調する内容となっている。1999年、カナダ法務協議会は、 判例の標準的引用方法として判例集に依存しない判例表記方法であるニュートラルサイテーション方式を採用したスタンダードな形式は以下のようなものであるほとんどの裁判所にはそれぞれの裁判所コードが存在している以下に代表的なものを挙げるドイツには完全引用方式と短縮した方式という二通りの判例引用の方法がある 例えば、学術記事においてある判例について言及する場合、それを初めて引用する箇所は完全引用方式を用いるが、その後の箇所は短縮した方式を用いて引用される。大部分の法律雑誌では短縮した方式のみを使用している。雑誌の関東で記事で紹介した判例を完全引用方式で表記、しまとめていることもある。 ドイツ連邦憲法裁判所は、その重要判例を公式判例集にまとめて、刊行している。この判例集は、ブバーフジュという略称で呼ばれている。ブバーフジュは、ドイツ語の裁判所名であるバンドスバーフィシュングスグリクトを、簡略化したものであり、E は、エンチャイドンを意味している。2004年から、同裁判所は、ブバーフグックという判例集も刊行している。 これは、カマーという同裁判所の特定の部がした裁判をまとめたものである。例えば、いわゆる国政調査事件判例の場合、完全引用方式だととなり、短縮した形だととなる。裁判所の公式判例集未搭載の判例の場合、法律雑誌は、次のような形で引用を行うことがある。NJW は、法律雑誌の名称、2009は、年度、 1234は当該判例の掲載開始ページ、1235は引用部分のページを示しており、F は以下の意味である。一般的には公式判例集の引用方法が使われることが多い。ドイツの連邦通常裁判所は刑事判例について BGHST、民事判例について BGHZ という公式判例集を 観光している。例として、猫王事件は完全引用方式だと以下のように表記される。短縮した形だと以下のようになる。他の連邦裁判所の公式判例集と、その略称は以下の通りである。その他の裁判所の判例についても、上記と同様の方式で引用されるが、公式判例集を観光しているところは、ほとんどないため、 法律雑誌から引用されることになる。インドにおける法システムは広い連邦制の下にある。そのため、判例集の数も多く、それぞれが独自のスタイルに基づく引用を行っている。インドには200を超える判例集が存在し、その中には種別ごとにまとめられたものもあれば集ごとにまとめられたものもあり、また公認のものもあれば非公認のものもある。 インド最高裁判所の裁判をまとめた公式判例集が最高裁判所判例集である。しかし、公式判例集は他の雑誌と比べると観光が遅い。最高裁判所がした裁判は裁判所のウェブサイトにアップロードされ、数年かかるが、紙の公式判例集に判決用紙をつけた上でまとめられる。もっとも、公認を受けた。 出版社から刊行されている、判例集もいくつか存在している。その中の一つである、オール・インディア・リポーターは、歴史と権威のある判例集であり、最高裁判所のほか、様々な高等法院の判例を収録している。他の有名な判例集には、最高裁判所で、現在最もよく引用されている、シュプリーム・コート・ケイシーズや、シュプリーム・コート・アルマナック、 ジャッジメント・トゥデイなどがある。具体的な引用例として、セバスチャン本例、V. ユニオン・オブ・インディア事件の場合、次のように表示される。エアーは、インド判例集、1984は、裁判日、SC は、インド最高裁判所、そして、571はページ数を表す。SCC の判例を引用する場合の表示は、以下の通り。判例集の発行年、 関数、名称及び、ページ数が表示されている。クリミナルロー・ジャーナルの判例を引用する場合の、表示は、以下の通り。判例集の発行年、名称及び、ページ数が表示されている。裁判がなされた、裁判所は、括弧内で示される。シュプリーム・コート・アルマナックに基づく引用は、以下の通り。ジャッジメンツトゥデイに基づく引用は、以下の通り。 SCC は、1990年代初頭から、数年にわたり、判例集の追補版を発行した。その判例を引用する場合、次のようになる。最高裁判所、判例1992年追補版、第2巻239ページの意味。なお、1996年以降の追補版は、通常版の合数の後に続く形で合数が、振られている。 また SCC は最高裁判所判例を分野ごとにまとめたものも別に発行している。その中の判例は次のように引用される。エアーは全国で用いられている最もポピュラーな高等法院判例集である。エアーに基づく判例引用は次のようになる。キャルは軽かった高等法院を意味している。上記の方式は エアー高等法院判例集で用いられている統一したスタイルである。高等法院によっては裁判署名が省略されて表記されることもある。コルカタウィークリーノーツは1896年から現在まで観光が続けられているインドサイコの法学雑誌であり、カルカッタ高等法院の重要判例を掲載しているが、これに掲載されている判例は、 105CWN345 といった形で引用される。105は関数を表しており、これは1896年の総刊からの通関号数である。ニュージーランドにおけるスタンダードな判例引用方式は以下のようなものである。ニュージーランドにおけるいくつかの主要なローレビューは、オーストラリアの判例引用指針も採用している。さらに、家族法。 労働法、租税法といった分野ごとにまとめられた判例集も多数存在している。ニュージーランドの裁判所や審判所は判例引用方法として判例集に依存しない判例名表記方法であるニュートラルサイテーション方式を採用している。ニュージーランド公訴院とニュージーランド最高裁判所の判例は大されを通してニュートラルサイテーション方式による表記で 公表されている。しかし、大され以外の場では、最高裁判所のみが、その裁判の表記にあたり、ニュートラルサイテーション方式を使用している。スタンダードな方式は、以下のようなものである。ほとんどの裁判所には、それぞれの裁判所コードが存在している。以下に代表的なものを挙げる。フィリピンは、大陸方形の長い伝統を持つ国であるが、 アメリカの支配下にあった時代の影響で、司法的洗礼への依存度も高い。フィリピン最高裁判所は、判例が国内法の一部であることを明示的に認めており、裁判や法的な申し立てにおいても頻繁に引用されている。フィリピンには最高裁判所は一箇所しか存在しないが、その引用方法には、依拠する判例集によって様々な違いが見られる。 フィリピンリポーツはフィリピン最高裁判所の公式判例集である。フィリピン判例集で用いられているスタンダードな引用方式は以下のようなものである。最近20年にわたりフィリピン判例集は制作上の問題を抱えていたため発行時期が大幅に遅れる事態に陥っていた。その結果として民間の出版社である。 セントラルプロフェッショナルブックス社が発行するシュプリームコートリポーツアノテーティドが裁判所すらも含めて広く使われるようになった。観光済みのスクラの関数は現時点で600を超えている。スクラに基づく適切な移用方式は以下のようなものである。フィリピン判例集に掲載されている判例であればスクラではなく公式判例集である。 フィリピン判例集から引用することが望ましいとされているものの、フィリピン判例集の定期観光が遅れていることから、スクラによって引用すること自体は容認されている。もっとも、フィリピン判例集とスクラのいずれにも掲載されていない判例の場合、上記の引用方式によりながらもスクラ自体は引用してこないという方法を取るべきとされている。 フィリピンの高訴裁判所その他の下級裁判所の判例を収録した定期的に刊行される公式非公式判例集は存在していない。したがってその判例の引用にあたっては上のフィリピン判例集とスクラのいずれにも掲載されていない場合の方式が取られる。すなわち事件名、ドケット番号、裁判日の順に記載することになる。2001年以降、貴族院、 数密院、高祖院及び行政裁判所の裁判は、ニュートラルサイテーション方式で表示されている。2002年には、高等法院の他の部門でも、この方式が取られることになった。ニュートラルサイテーション方式で表示された裁判は、イギリス・アイルランド法情報研究所のウェブサイトから、閲覧することができる。ニュートラルサイテーション方式は、判例集に依存せず、当事者、 裁判のなされた都市、裁判所、事件に付された番号から判例を特定する方法である。例として、イギリスの裁判は以下のように表される。これは、イギリスの貴族院で2002年になされた20番目の裁判であることを示している。ウクレは貴族院の意味である。なお、UHC、ユーカという場合、これらはそれぞれ、イングランド及び、 ウェールズの高等法院及び高訴院を意味している。一般的に、これらの裁判所の略称の後ろには、裁判をした、特定の部門の略称が続けて記載される。ニュートラルサイテーション方式による場合、それらの情報は、当事者名のすぐ後ろに記載する。判例集に搭載されている判例の場合、最も良い判例集を用いて、ニュートラルサイテーションの後ろにその情報を挙げる。 最も良い判例集とは、基本的には公式の、ローリポーツシリーズである。この判例集は、裁判所の構成に応じて、事件を、アピールズケーシーズ、チャンセリー、ファミリー、クイーンズベンチに分類している。例えば、上訴事件判例集に搭載されている、ロットマン、VMPC 事件は、以下のように引用される。これは、裁判が2002年にされ、 上訴事件、判例集2002年号、第2巻に収録されており、掲載開始ページは692ページであることを示している。裁判の特定の段落を引用したい場合は、各括弧で囲み、最後に記載する。引用が2度目であるときは、簡略化された方式によることができる。その場合、客中に最初に引用したページを記載しておくべきで、あるとされている。 判例が判例集に掲載されていない場合、次に用いるべき判例集はウィークリーローリポーツである。これに基づいて引用を行う場合、2WLR1315 といった形で表示される。3番目に好ましいのはオール・イングランドリポーツである。これに基づく表示は2オール ER865 となる。この他、 特定の法分野の判例集から引用を行うことが望ましい場合もあり得る。例えば、ロットマン、VMPC 事件を、ヒューマンライツローリポーツから引用してくる場合、HRLR32 と表記される。2001年より、前の判例の場合、最も良い判例集を引用する。特定のページを参照したい場合は、掲載開始ページの後ろに記載する。 どんなヒュー、V ・スティーブンソン事件の573ページを引用する場合、次のようになる。オックスフォード・スタンダード4・4ザ・サイテーション・オブ・リーガル・オーソリティズ・イングランド及び、ウェールズにおけるスタンダードな判例引用の方式は、以下のようなものである。イングランド及びウェールズにおいては、他のコモン・ウェルス諸国と同様、国が当事者となる場合、レックスまたは、 レジーナの略称である、R が当事者として表示される。角括弧は、判例集の特定にあたり、年の記載が不可欠である場合に用いられる。丸括弧は、年は不可欠ではないが、記載されていると役に立つ場合に用いられる。例えば、上記の RV ダドリースティーブンス事件は、判例集の通算関数が記載されているので、これに該当する。 判例をまとめた本を意味する判例集という用語はイングランド及びウェールズにおいては広く用いられていなかった。1865年以前イギリスの裁判所は非公式に印刷した判例集を使用しており判例の引用はそれが搭載されている判例集に基づき行われていた。すべての法分野に係る判例をまとめた非公式な判例集のうち主要な二つが ウィークリーローリポーツとオール・イングランドリポーツである。加えて、一定の法分野における判例に的を絞った非公式判例集も存在する。例えば、エンターテイメントメディアローリポーツやクリミナルアピールリポーツなどである。判例集編纂協議会が発刊するザローリポーツに基づく引用方法については、1891年以降。 次のような形が取られている。これは1865年から刊行されている判例集であるが異なるシリーズに分類されている。現在、上訴事件、公平法部、家事部、女お座部の4つのシリーズがある。この4シリーズは他に優先して引用に用いられる。上訴事件判例集からの引用は以下のような形になる。 公平法部判例集からの引用は以下のような形になる。女王座部判例集からの引用は以下のような形になる。家事部判例集からの引用は以下のような形になる。下記の表は判例集、指定判例集及び復刻版以外の判例集の内代表的なものをまとめたリストである。以下の表に掲げたものは昔発行された判例集の復刻版である。 スコットランドにおけるスタンダードな判例引用の方式は以下の通り。スコットランドの最高裁判所はニュートラルサイテーションの使用に関するプラクティスノートを出している。合衆国最高裁判所の公式判例集である合衆国判例集スタンダードな判例引用の方式は以下のようなものである。判例引用は紙の判例集やインターネット、 レクシスネクシスやウェストロー等のデータベースから特定の判例を見つける際にも用いられる。また、以上の方式に則っ,った形で判例が表示されている場合、当事者名が同じ事件を区別することも可能となる。例えば、アメリカの最高裁判所に継続したミラー V カリフォルニアという事件は4つ存在するが、いずれも異なるミラー氏が当事者となっており、 各事件の争点も異なっている。合衆国最高裁判所の判例は、合衆国判例集に公式にまとめられ、刊行されている。合衆国判例集による引用は、以下のようになる。裁判所がした、裁判の多くは、二つ以上の判例集に掲載される。判例を二つ以上の判例集から引用してくる、場合の引用方法を、パラレルサイテーションという。 アメリカ合衆国最高裁判所の場合、シュプリームコートリポーターユナイテッドステ i t シュプリームコートリポー e ローヤーズエディションといった非公式判例集が複数存在している。これらは民間の会社から発行されており、最高裁の判断に対する注釈が掲載されている。上の非公式判例集から必ずしも引用する必要はないのだが、 弁護士や法学記事の寄稿者によっては、好んで、これら3つの判例集すべての引用を行う場合も、ある。具体的には、以下のように表示される。LA ドの後の、2D は、ローヤーズエディションの第2シリーズであることを示している。アメリカの判例集は順番に番号が振られていくが、その関数は999を超えないこととされている。関数が千巻に達した場合、 関数は一貫にリセットされ、判例集の略称の後ろに 2D という表示がされる。いくつかの判例集は、現在第3シリーズまで刊行されており、少ないながらも第4シリーズに達しているものもある。古い最高裁判所判例については、変わった引用方法が用いられることがある。以下はその例である。 最高裁判所の記録係がまとめる合衆国判例集といった判例集が現れるまでは判例は裁判所の記録係によって編算され非公式に販売されていた上の例におけるは1801年から1805年まで最高裁判所の判例集の出版に携わっていたウィリアム・クランチにより最初に編集された判例集から マーブリー事件の判例を引用していることを示している。これらの判例集は、その編算を行った個人の名字から名付けられるため、ノミナティブリポーツと呼ばれ、1790年から1874年まで存在していた。1874年をはじめに、アメリカ政府は合衆国判例集を創刊し、それまで非公式に出版されていた。 判例集を年代の早いものから順番にナンバリングした上で合衆国判例集として発行した。上記の例における 5US は合衆国判例集第5巻であるがクランチの判例集の1巻目であることを意味している。前任者のダラスが出版した判例集の4巻目は 4US と表記される。クランチの判例集は9巻あるが その公認者であるヘンリー・ウィートンは12巻の判例集を出しており、その2番目のものを示すときは 15US となる。また、裁判自体はなされたが、まだ判例集に掲載されていない判例を引用する場合は以下のようになる。関数は記載するが、ページ数は空欄にしておく。最高裁判所の判例の表題は、 最初に申し立てをした当事者の名前が表示され、後に、非申し立て人の名前が記載される。大抵の場合、上訴を行うのは、原審で負けた当事者である。連邦控訴裁判所においても、これと同様の運用が行われている。アメリカ合衆国控訴裁判所の判例は、フェデラルリポーター判例集、第2シリーズ、第3シリーズに掲載される。 地方裁判所の判例及び特定の分野の事件を扱う裁判所の判例はフェデラルサプリメント判例集第2シリーズに収録される。いずれの判例集もウェスト社から刊行されている。この二つは形式的には非公式判例集であるが下級新判例をまとめた公式の判例集が存在しないためこれらは 事実上の下級審判例の公式判例集として広く受容されているが存在するが今日ではほとんど用いられていない。連邦下級裁判所の判断が引用される場合裁判所の名称が表示される。カッコで囲み、面のすぐ前に記載する。下はその例である。例外的にカリフォルニア州の連邦裁判所では 通常のプラクティスにおいて用いられている方法とは異なるカリフォルニア州独特の引用方法がしばしば用いられる。州裁判所の判例は様々な場所に掲載されている。多くの州には独自の公式判例集が存在しており、その州の裁判所の判例を収録している。州における最も高位の裁判所がした裁判を掲載している判例集は その正式名称が何であるか否かに関わらず、当該州と同じ略称で表記される。例えば、カリフォルニア州最高裁判所の公式判例集で、あるカリフォルニアリーポーツは、キャルの略称で表される。公式判例集に加え、ウェスト社も各州の判例をカバーした、地方別判例集を刊行している。具体的には、ノースイースタンリポーター、 アトランティックリポーター、サウスウェスタンリポーター、ノースウェスタンリポーター、パシフィックリポーター等があり、カリフォルニア州、イリノイ州及び、ニューヨーク州の各州については、当該各州から出される判例が多いことから、それぞれ独自の判例州が存在している。イリノイディシジョンズ、ウエストエス・ニューヨーク・サプリメント。サウスダコタ州のような小さい州の場合、 公式判例集の刊行をやめ、代わりに、ウェスト社の地方別判例集を公式判例集に認定していることもある。以下は、ウェスト社の判例集における判例引用の例である。下級裁判所の略称は、州ごとに異なる。各州には、独自の事実審と、中間上訴裁判所のシステムが存在しているからで、ある。ある判例が、公式判例集と、 地方別判例集のいずれにも掲載されている場合、どちらを引用しても構わない。一般的には、外部の州で登録している、弁護士からのアクセスが容易であるという理由から、地方別判例集の引用が好まれている。多くの法律家は、両方の引用を行う。州によっては、当該州の制度の下で判例を引用に当たり、パラレルサイテーションによる表示を要求するところもある。 カリフォルニア州、ニューヨーク州といった、いくつかの州では、連邦及び国で使用されている、標準的な方式とはかなり異なる、独自の引用方法が存在している。カリフォルニア州の引用方式だと、当事者の名前と判例集にかかる情報の間に、年が記載される。ニューヨーク州の引用方式だと、年は、丸括弧ではなく角括弧で囲まれる。 ニューヨーク州とカリフォルニア州のいずれにおいても、それが一つの独立した文として引用される場合、全部が丸カッコで囲まれる。ニューヨーク州では、文末のピリオドをカッコの外に出すが、カリフォルニア州ではカッコ内に入れる。また、ニューヨーク州の方式だと、判例が文章の中で引用される場合、判例州と参照ページのみがカッコで囲まれる。いずれの州の方法も、 単純に別センテンスにして引用を行う国またはブルーブックのスタイルとは大きく異なっている。ピリオドの使用が比較的少なく判例集略書の後にスペースを入れないという特徴もある。ニューヨーク州裁判所の方式により一つの独立した文として公式判例集から上のブラウン事件判例を引用する場合以下のようになる。また、 カリフォルニア州裁判所の方式により、一つの独立した文として、有名な製造物責任にかかる判例である、グリーンマン事件を引用する場合、以下のようになる。合衆国際高裁判所と同様に、州の場合においても、古い判例を引用する際に、判例集を編纂、発行していた、非公式の発行者や記録係の名にちなんだ略称が用いられることがある。 以下はその例である。ここでは、マサチューセッツリポーツ47巻からの引用であることが示されている。当該判例集も、合衆国判例集と同様、19世紀後半に創刊されたものであり、非公式に発行されていた判例集をその中に取り込んで古いものから番号を付して発刊した。ロクメットは、セロンメトカーフが非公式に発行した。 判例集の第6巻であることを示している。公式判例集に組み入れられなかった判例の例もある。これはニューヨーク州判例の記録係の任にあったジョージ・ケインズにちなんで名付けられたケインズ・リポーツの第3巻175ページに収録されていることを示している。これは現在は存在しないニューヨーク・シュプリーム・高等部ジュディケーチャーの判例である。 多くの裁判は判例集に掲載されない。例えば、カリフォルニア州の中間上訴裁判所の意見のうち、掲載されるのは1年あたりその7%に過ぎない。これは、主として裁判官は、先例として意義のある裁判についてのみ、判例集への掲載を認めるためである。裁判所に持ち込まれる意味のない事件は膨大な数に上るため、 余分な事件は落とすのは重要なことである。判例集未搭載判例を引用するにあたってはいくつかの方法がある。裁判所によっては、先例として判例集に搭載されていない判例を引用することを禁じる制度をとっているところもある。また、特定の状況の下でのみ判例集に搭載されていない判例の引用を認める制度をとっているところもある。例えば、 ケンタッキー州では2003年1月1日以降の判例で裁判所において論点を検討するにあたり十分な判例が判例州に存在しない場合に限り判例州未搭載判例の引用が許されるとしている2004年から2006年にかけて連邦の裁判官らによりフェデラルルールズ・オブ・アテレット・プロシージャを改正し巡回裁判所において 先例として、判例集に掲載されていない判例を先例として引用することを認めるか否かについての議論がなされた。2006年、最高裁判所は数百人に上る裁判官や弁護士の反対があったものの、フラップを改正し、その32条一項により、判例集に掲載されていない判例の引用を認めるとした。この規則は、 2007年1月から施行されている。インターネットの発展に伴い、多くの裁判所が新たな判例をウェブサイトで公表するようになった。上記の通り、判例には判例集に掲載されるものと掲載されないものという区別が存在している。一般的な判例引用の方式では、公式に発行された判例集のページ数を指定して、 引用を行わなければならないが、ウェスト社のように、判例集についての著作権を主張する出版社も存在する。これを受けて、ベンダーニュートラルサイテーション、すなわち、ウェブサイト上に公開されている判例その他の法的な資料を引用することに向けたルール改正の動きが起こっている。裁判所の中には、少ないながらも、判例を ウェブサイト上に掲載し得る無規則を改正したところもある。ベンダーニュートラルサイテーション方式で判例を引用すると以下のようになる。実務上、ほとんどの法律家は上記の引用方式に従った上でさらに判例の特定を行っている。裁判所の判断は大抵複数の論点についての意見を含んでいる。そのため、法律家は 自分が担当する事件との関係で用いる必要がある。特定の意見が記載されたページ数を特定して引用する必要がある。このような引用方法をピンポイントサイテーションというロイ・ヴィオエド事件を例にとると合衆国最高裁判所は修正第14条におけるパーソンには退治は含まれないと判事した。これが言及されているのは 判例集の158ページである。ピンポイントサイテーション方式により引用すると、次のようになる。そして、合衆国判例集に加えて、他の判例集二つについて、パラレルサイテーション方式で引用し、ピンポイントサイテーションで特定すると、次のようになる。しかし、裁判所は、公式判例集についてのみ、意見において、 ピンポイントサイテーション方式による引用を行っている。他の二つの非公式判例集については、裁判所の意見を掲載するにあたり、パラレルサイテーションで、他の判例集の引用は行うが、特定のページをピンポイントで引用することはしていない。そのため、レクシスネクシスやウェストローで、ロイ・ヴイウェード事件を意見中に引用した後の最高裁判所の裁判を見ると、 次のような形で引用が行われている。しかし、このような形式による引用は相当な長さになり、一見したところ意味がわからず、法学を専門としていない素人にとって、裁判所の意見を読もうとする場合の障害となっている。1980年代からアメリカの裁判官の間で、このような長い引用は客中に落とし、 裁判所の意見の可読性を高めるべきではないかとの議論がなされている。この議論は法律文書のスタイルに関する文献の指導的な著者であるブライアン・ガーナーの強力な主導のもとで行われている。ほとんどの裁判官はいくつかの引用については客中に落としているが、最高裁判所判事のスティーブン・ブライアー判事と裁判官リチャード・アレン・ポズナーが 事故の意見における客中の使用を拒否していることはよく知られている。引用方式には二通りの種類がある。一つが著作権が問題となる書籍等の引用、もう一つが著作権が問題とならないパブリックドメイン形式と呼ばれる引用方式である。アメリカには多くの引用のためのガイドブックがある。最も一般的に知られているのがブルーブックと呼ばれるもので、 コロンビアローレビュー、ハーバードローレビュー、ペンシルベニア大学ローレビュー及び、イエールロージャーナルという複数の著名なローレビューから発刊されている。この中で言及されているパブリックドメイン方式では、商業的な判例集その他の資料からの引用は行わず、公式判例集から引用することが望ましいとされている。 裁判文書や裁判における意見の表記方法について独自のスタイルを持っている州はそのルールを記載したスタイルガイドの発行も行っている州法、ありがとうございます。